こんにちは、皆さん。今日は料理人の助手というクエストをクリアすることを教えたいと思います。前にクリアしたクエストと必要なスキルがありません。前に集めたものもありません。このクエストをスタートできる場所はランブリッジという町の城の台所です。ここで料理人に話しましょう。最初の選択を2回選んでください。最初は、どうしたの？ 2 番目は、焦っている料理人を助ければ、いつも嬉しいです。僕たちは今からケーキの食材を集めていきます。じゃあ、まず、テーブルの上にあるポットを取ってください。隣に跳ね上げ戸を開けて、ちょっと実家に寄っていきましょう。木刀のテーブルの上にあるバケツが見えるはずです。それを取って1階に戻りましょう。その後、東の出口で城を出て、橋が通るまで東に向かいましょう。道路みたい道を北に行って、牧場を見れば中にいる乳牛を探してください。見つけたらバケツに使い、次に牧場を出ましょう。これは食材の3分の1です。北に道に進んで養鶏場を入ってください。北に地面に卵があるはず。拾ったらケーキの食材2番目をゲットです。また南に戻り、最初の橋を渡り、進行方向です。羊を通り、麦畑があります。麦畑の木製のものを開けて入り、麦を一つ摘みましょう。次に隣の道に行って風車に入り、西にあるはしごで3階まで登りましょう。まず、ここに北のホッパに麦の束を入れ、南のコントローラーを引き、それから1階に戻りましょう。小麦粉を入れたら、最後の食材をゲットできましたよ。クエストをクリアするため、料理人に戻りましょう。交差点から東に、城まで進行方向です。料理人の助手というクエストをクリアすること、おめでとうございます。ご褒美はクエストポイント1つ、料理の経験値300つ。ご視聴ありがとうございました。